軽泥ドッチ。スタジオのどこかに隠されたボールを見つけ出し、相手にぶつけることができれば倒すことができる。しかしワンバウンドやキャッチしたときはセーフとなる。セーフ。またスタジオのどこかにはゲームを有利に進めることができるお助けアイテムが隠されている。お助けアイテムは箱の中に入っているミッションを成功させると使用可能となる。警察は泥棒を倒すことができれば泥棒を逮捕することができる。泥棒は警察を倒すことができれば脱獄することができる。警察と泥棒の命をかけた勝負が今始まる。はい、ヤスケーブ。はい。ボールをですね、泥棒たちに見つからないように隠さなきゃいけないんですが、はい、どこ隠しましょうか。3階と地下1でいいんじゃない。なるほどね。でも普通に触ればボールないよ。難易度だけ。ということでですね、地下に来ましたが、どこ隠します。隠したいとこ決まってるんですよ。どこ隠せんやろ。まさか上にあると思わなくない。これはいいかもね。パッと見わからんわ、天才。イエス。じゃあ隠していきましょう。行っちゃいましょう。どこ行く。まず1個目あ、待ってるからね。ここにこうしとこうか。あ、それ、あ、それめっちゃいいっす、ね、これ、これ分かんないね。 これやったらいいっすわ。分かんないね。あ、めっちゃいいかも。これにしました。オッケー。よーい、スタート。まずはボールを探さんことには。そうだよね。ないじゃん。地下ないの。あ、ここら辺とか。どこの隠すんだ。ないか。ないな。なんか、やばいやばい。エレベーター乗るぞ。ここからは慎重に。ウィーン。いやでもボール持ってなかったね、今の感じで。よし、ボールを探すぞ。探すぞ。よし。うん、ここなさそうだね。あったー。あったー。あったー。びっくりしたー。よし。よし、ボールゲットー。あ、バレたんじゃない、あの感じ。やばい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 。これも探す。あったこれ見てください。え、当たりが出る。当たりが出るので、ガチャガチャ回す。ガチャガチャって何。ガチャガチャって何。待って、ガチャガチャってどれ。待って、またミッションがあった。待ってよ。お茶はお茶でも子供が喜ぶお茶。おもちゃ。え、違う。おもちゃだ。絶対そうや。あ、おもちゃ。おもんかおもんかおもんか。え、おもんな。おもんゲット。え、待って、じゃあこれ。あ、待ってよ、ガチャガチャよりもボールを絶対ね、あるはずだ。そっかそっか、ボールか。あのぐらいの小ささだったらない。やばいぞ。ボール。あれ、これはアイテム。アイテムよ。うわーで、たまたまのアイテム。え、じゃちょっとミッション。ミッションですね。じゃミッションいきます。はい、はい、じゃじゃん。腕立て10回せよ。2人で腕立てよ10回。よし、やりましょう。せーの、1、2、9、10。よっしゃ、シンプルに来てよ。あ、それびっくりしてるの。でっか、最強じゃん。これやから、どっちかが防御でどっちか攻撃できるよ俺ら。そうだ、確かに。さすがっすね。エレベーター出た瞬間に。あ、ごめんごめん、確かに。ポットがね、怖いの。確かに確かに。開けられてる。俺たち隠したボールは曲がるわ。待って、ガチボールどこ。え、どこ。ボールはどこだい。ボールはどこだい。ボールのヒントをくれ。これは戦いに行って場所を聞くしかねえな。ワールドシア。ワールドシア。おい、
この階にある。ここの階にあるんだ。ほらほら行け、飛びに行け。そうせそうせ、よしよし、閉めた。ストレスポリスで行こう。バッと意味な。バッと何よ。うわーい、手に入れられなかったんだ。当たってない。うえーうるさー、すっちゃん戻ったやろ。よし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 よ、ゴー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 。頭はセーフだよ。セーフにしろ。どうします。もうしょうがないな。許したよ。ここまでじゃあ命を許されたらね。ボール何か教えてくれたら復活させよう。3階だ。3階かよ。おい、こっちでかいなんで読んだよ。やばい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 。どうする一緒に投げて一緒にキャッチしよう。よし、せーの。投げてよ。絶対投げるよ。絶対投げろ。せーの。あー、ちゃうちゃう。よっしゃよっしゃ。スタロースペシャルの感想か。おー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 。いや、かけるか、かけるか、かけるか。うるぞ。しんどかったですね。はい、ね。やばくないよ。全然知らないんだけど。機動力がなさすぎる。はい、ということで今回はなんと警察チームの勝ちです。イエーイ。おめでとうございます。はい、ということで他にもいろいろ軽ドロやっておりますので見てみてください。はい。ということでこのチャンネルが面白いなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録とそしてコメントをよろしくお願いします。はい。それでは他の動画でもお会いしましょう。待ってるよー。なんとフラフラ部のグッズを作りました。いやグッズを作るなんか俺ら初めてちゃう。確かに。え、どんなグッズなの。はい、今回はですね3つ作りました。アクリルキーホルダー、ステッカー、ボールペンです。ちなみにこのキーホルダーとステッカーは僕がデザインしました。そしてそしてこのボールペンはスーパー女子高生をモチーフにして私がデザインしました。3つともめっちゃ欲しいんだけど。こちらはムーから購入できますので概要欄にある URL に飛んで購入してみてください。皆さんぜひぜひ買ってね。待ってるよ待ってるよ。